元コンポノリの大橋です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はタイヤバルブの曲がりを修正いたしました。よく見るとタイヤバルブがずれていることがわかりました。逆側から確認しました。やはりタイヤバルブが曲がっております。おそらくチューブの位置がずれているようです。そこで一旦チューブの空気を抜くことといたしました。ドライバーでバルブを押し空気を抜きました。タイヤを揺すってチューブの位置が動くかどうか確認してみました。チューブは動いてくれたようです。正しい位置にチューブを移動しました。次に空気を入れてまいります。自転車用の足踏みポンプです。今回はチューブがパンクしている恐れもあるため、空気圧を高めにし、空気の抜け具合を確認するという方法を取ることといたしました。空気が抜けるようであれば、チューブ交換をする予定です。チューブ交換が人一倍下手くそな私は、極力このチューブを使いたいと考えております。足踏みの空気入れ、結構疲れます。そろそろ本気で疲れてきたので、空気入れはこの辺りで終わりにします。空気圧は3程度入れておきました。結構高めに入れております。この空気が抜けなければ、チューブは破れていないということになります。バルブも正しい位置に収まってくれています。少しまたがってみました。今のところ問題はなさそうです。空気が漏れないことを祈りつつ、今回は終わりといたします。この元コンポかっこ赤の行く末を見たい方は次回をお楽しみに。ではまた。